エドモントサウルスは中世代白亜紀後期に現在の北アメリカ大陸西部に生息した長脚アモク草食恐竜である。エドモントサウルスの俗名の由来は最初の発見地であるカナダアルバータ州のエドモントン総軍の一部ホース州キャニオン類層にちなむ E. レガリスの創造図イーアネクトンズの創造図ハドロサウルス科の中でも発見例が多くよく知られた族である。 体長は、生体で9メートル程度が、一般的だが種によっては13メートル、4トンに達したものもおり、最大級のカモノハシ恐竜である。ミイラ化した化石が発見されており、鱗を持つ皮膚の構造やパッドのある足の構造などがわかっている。特徴的な長い口には、筋肉質の頬袋と奥に、最大60列に及ぶ密接した多数の歯からなる。 デンタルバッテリー構造を持ち、それらを前後に動かし硬い食物を食べることができた。そして、摩耗した古い葉は抜け、サメのように、新しい葉は絶えず、新しい葉と取り替わっていた。化石化されたエドモントサウルスの体抗からは、針葉樹の葉、種子、及び小枝の化石が発見されており確かに、針葉樹色であったようだ。上下に扁平で前後に長い頭から、 アヒルのような顔とされるが、鼻の構造などから実際には、目から鼻にかけて、鼻と繋がった筋肉の袋を持っていた可能性があり、一般に考えられるほど扁平ではなかったという説もある。この袋を膨らますことで、他の個体とコミュニケーションをとっていたのではないかと考えられている。また、ミイラ状の化石も発掘されており、そのうちの一つには、ダコダという愛称が与えられている。 研究により、天敵であるティラノサウルスをどのようにして振り切っていたのかも少しずつ明らかにされている。それによるとエドモントサウルスはティラノサウルスよりも長距離層に引いてていたようだ。アナトティータンコペイも一じきいいコペイにされたことがある。名称の変遷については、ハドロサウルスかを参照。ありがとうございます。